どうもボビーアドレザーのボビーですえ、今日は10月8日ですねえ、37回目のライブ放送をお届けしますそれではオープニングムービーをどうぞ はいどうもボボビーアトレザーのボビーーアのです、えー、今日はあのねあのアトリエはですね、えー、あごめんごめん <laughs> 順番がバラバラやえー、あれ画像が出てませんねちょっと待ってくださいようん,んでえー、もう一回ねえー、っとあ行きましたね <laughs> すいませんね、えー、もう生放送ですからえー <laughs> 大阪のボビー・アトレザーのアトリエからあライブ配信でお届けしております。えー、今日の大阪はですね、えー、あいにくの雨ですけどね、えー、まあ,あちょっと肌寒い感じでね、えー、まああのー、まあアトリエの中は <laughs> いつもとはあま変わりませんけどね、えーあのー、<laughs> 晴れか雨か、まあ、まあ雨降ったらあのパタパタっていう音がするんでね <laughs> 雨降ってるんやろうなという感じで。 まあそんな感じで、ええええ、皆さんはねどういうふうな、えー、環境でねお過ごしでしょうかね今は多分昼休みを、ねえー、の時間やと思いますしまたねこれをね、えー、お時間ある時にね改めてねあのご覧いただく方が、ね、多いんでね、えーまあ、お話をさせて続けさせていただくと思います、うん、えとですね昨日の放送もそうなんですけどもえー、とですね なんかこう修理のねオーダーをいただく機会が何回かありましてでまあ同じような感じの修理の内容は同じようなあの修理の内容なんですけどものも人もそれぞれのストーリーがありましてねでまあ携わらせていただいた内容のねことですねえ ブログとは違った形で、まあ、実際にこうお僕の拙いこのアドリブの話し方ですね、えー、お伝えしたいと思いますえー、っとですね、えー、今回のねお話しさせていただくのはですねあのお財布ですまたうんえー、っとまあレースで編んだねえー、ダブルステッチでこうぐるっと編んだやつですね えー、その財布をですね当、えーまあ、然ピンポーンとあ <laughs> ってあれなんか配達かなと思って出てきたんですね、えー、お,お客様が立ておられまして、うん、でまああの実はあのこの近くでちょっとたまたまこう仕事があって来てるんですけどでまああのお前々からですね、えー、自分の、まあ、毎日花火離さず使っている財布がですね、えー、もう もう取れてきたんで、えー、どっかないかなとずっと思ってたらしくてねでまあ,あのいろいろお休みの時にレーザーショップとかあなんか革小物を売ってるようなあ、ね、財布とかを売っ,て売ってるようなお店あるじゃないですか、えー、そういうところにね休みの度にふと思い出す時に相談に行ったりしてたんですってでまあ,あの修理はどうもやって。 ってないですとかあやんわりこういろんなところでやっぱりあの断り続けられてきて、えー、まあ新しいのね買い替えてください的なあ話が、まあ、もちろんね分かるような気もするし僕もあの作ってたらねただ、あのー、やっぱり、えーまあ、毎度毎度お話してますけどもやっぱりこう思い入れっていうのがあったりするんですよ。よ単なるその単なる思い入れじゃなしに ほんまにその人それぞれの人生のお断片をお聞くかのようなね、うん、そ,そこ,のそこに、えー、を感じるようなそういうお話だったんですけどねまああのまあ財布のおこんな感じこ、えー、あれちょっと待ってよこんな感じでですね、えー、こうほつけてき,てきてるわけですよ。まあ、まあだいたい こあのダブルセッチでアンダー場合はあもう何年もするとこんな感じにはなっていきますね。うん、ね当に1回かかってこうやってるだけなんであのこ,こういうタイプやったらその2回実はかかってるんですね1回こう通してもう1回こう戻ってきてる感じなんで、えー、強いんですけどねまあ,あの見た目がダブルセッチの方があの美しいのでね、うん、まああの。 労力の割にダブルステッチの方が <laughs> <あ>の <laughs> ええ感じで見えるんでね、うん、まあまあそれはそれでさておいてでまあこういう感じになっててでまあそれでもずっとだましだまし使れ合われてたんですね。でこれはあのど,どういうあれで修理なんですかって聞いたんですね。だからあのそのの方はですね、えー、沖縄の 沖縄県のですね、えー、っとだいぶうななんかお島あるんですわ僕も小豆島なんですけどもう、あのー、島出身のね、あのー、そんで、えーまあ、大阪に就職で、えー、こっち来てね当時ね、あのー、その時に、えー、お母様がですねこのお財布をですね、えー、オーダーしてプレゼントしてくれたそうなんですね。 あのあのすごい非常に大事にしているお財布だったんですね。でまあそれからもう花火放ずそのねふるさとのお母様のねことを思,う思いながらねず毎日使っているわけじゃないですか。でまあそれを作ってくれたところに、ね、財布をね沖縄の職人さんに。 おね、修理をご依頼したらあもうその話なんでしょうけどもただその <laughs> 修理をする方がですねあのそのレザーブランドとかレザーショップがね、えー、もう今はやってないと店を閉じて廃業されて、えー、それで、まあ、まあ困ってたとけどこの財布はずまたね紐さえ紐のねその装飾さえ せもうレーザーもね毎日ちゃんと使あの普通に毎日こう使ってたらね、うん、だからあのー、まあそういう思いがあってもやっぱこうそういうなんてまあ僕はそういうところにあのグッと引かれてなんとか僕でできへんかなと思う勝負なんですけどね。うん、であのー。 ほんでねこういう感じでですねこうやって見たらいいかな <laughs> こういう感じでですねあのー、革紐をですねこ,うこれカンガルーの 3mm 幅のね革紐なんですけどこれをこの専用のーレース針っていうね針でね挟んで、えー、こうやってまあ僕左利きなんで左手でねこう,こうかかっていくうですよ、うん、周囲ね一回まああのー、全部この革紐を全部ほどいてねほどいてあ,あのー 一回ここうう掃除しててああげてねあのこうなんかこの周囲はやっぱこう,ねやっぱこうほこりもほこりっちいうかまあちょっとあの磨き残しみたいなので出るんでねでまあメンテしてでそっからこう編むわけですよまあまあなあの手間はかかるんですけど <laughs> うんまあだけどおまあこんな感じでね編み,あの編み進めてですねでえー まあこんな感じででですすねね復活,復活させるんですねあのま,あまああので修理できましたよって言ってまあ電話して大阪の方やったんでねならねあのまあまあこっち来るまあ営業の方やったんで。 えこっちのねほに回,なんか回ってくる時にですねえ寄ってくれてねでまあお渡しさせて頂い,いたわけですよこ。れこ,れこれねあのなんかもういかにも沖縄のこのシルバーのとこが沖縄って感じですね。でもこれがねもうずっとこう大切なあ多分これ今もこれからもずっとこの財布をねお母さんもあのお気持ちとともに。 えね、大切に、えー、されてるくれてるやろうなと思いますけどね、えー、その財布をですねお渡しした時にの時のですね、えー、すっごい、あのー、満面の少年のようなですね <laughs> え爽やかで清々しい笑顔がですね忘れられませんねうん。 してたら、あ、やっぱり、あ、仕事、この仕事、ついててよかったなーってね。うん、心から思いましたね。うん、やっぱり、あのー、今、まあ、僕の場合だったら、あの、ネットを通じて、えー。とかね、まあ、ホームページとか、グーグル検索とかを通じて。まあ、このフェイスブックもそうなんですけどね、を通じて。あのー、こう、ご縁をいただくんですけども、その、このね。 あのメールとかあのの、えー、この画面とかの向こうにはねだからまあ実際こうお会いしたら、まあ、あのリアルに伝わりやすいんですけどまあまあ,あのどうしてもこうあるんですけどもそれでもお、まあ、言葉足らずになるとは思うんですけどなんかこうお思いはね伝わってもらえたらなと思いますしね。うん、だからそういういことをですね、えー、なんか このボビーア・ドレザーを僕は始めてなかったらこういう方とも出会いがなかっただろうし気づかなかったような気がしますねこういうあのちっちゃな感動かもしれませんけど僕にはとても大きな感動ですしねあのなんていうのかな、まあな心温まるエピソードというか。僕はね オーダーでまあ時間はどうしてもね行ってもらってどのちっちゃい商品であれ、えーね、大きい革ジャンであれ、えー、一からね作ってますんでね、あのー、でまあいろんなことやってますからあーどうしても私も納品までにね、えー、お時間をね頂戴するんですけど。 ね、その待ってくれてる時間もね、えー、あの楽しみにしてもらいたいし、えー、その期待を超えるような、ね、おものをねお渡ししたいしね、うん、でやっぱり、えー、作る時間も,も時間かかるんですけど使う時間の方が長いですよねですか、えー、また画面が固まってるんで一瞬ちょっと待って待って一瞬ねあのこれでまだ復活するかな。 んかまあいろいろバグは <laughs> これあるんですけどね、うん、なんとかならんかな思いながらね、うん、まああのこんな感じで、えーね、あのいろんなエピソードがありますまたあのこういうふう、ね、お話はねあの尽きない感じぐらいやっぱりあるんですけどもまあまあそういうふうなのにそういう思い出とか人生の断片的なワンシーンにですね え少しでもねこう僕がのねこの手でですねもうまあ僕利き手が左なんでこの左手のね重い子のがね役に立ってくれたんやったらあそれはもう本当にえーレーザーアーティスト職人レーザーアーティストかな職人というかねそれの冥利につきますね。でまあ,あの待っていただく時間よりもね使ってい,っいただく時間の方が圧倒的に長いわけですからね、う。ん やっぱりそういうふうにお考えながらですねうんあのー、なんかこう仕事にねこのお仕事に取り組んでいきたいと思ってますねはいまああのー、またこういうお話をですね <laughs> ち,ょちょっと続きますけど今年はねなんかね財布とか小物入れ物入れ物的なものとかねもう政、ん、作をさせていただく機会が多い年でしたね うん、なんかそういう流れがあるんでしょうね、うん、まああのー、ボビー・アトレーザーはまあ僕があーね、あのー、魂ここの心臓をバクバクさしながら <laughs> 作っておりますんでね、あのー、なんかこう一生ものとかあなんか大阪市の方とかねいたら、あのー、喜んで、えー、ね作らせていただきますしね。 あのー、ちょっとお時間はねどうしても手作業なんでいただきますけどね、えーあのー、それもね、えー、その待つ間もお楽しみにねしていただきながら、まあ、その間はね待ってるくれてる間はあの大体もうメールのやり取りとか写真でね今こんな感じですとか言ってながら、ね、なんかそんな感じでやり取りはさせていただくんですけどもね、うんまあ、そんな感じで、えーまあ、仕事をね、えー、コツコツ続けさせていただいてます。 えー、それではですね、あのー、わ、コメントもいただきますね。ちょっと待ってね。えー、あ、町屋さん、ありがとうございます。ね。母親からのオーダーの財布大切ですね。あ、そうですね。いや、ほんにそうですよ。あのー、大切、な、やっぱ、やかけがえのない、ね。方、あのー、存在じゃないですか、母親って、それと、沖縄から大阪までいったら、ね、その。 まあそんなしょっちゅうしょっちゅう会われへんしねう,んうちもそうですよあのまあけさも母親から電話あったんでねまあ僕の場合やったらあのこういう割と自由時間にはその何ていうの縛られてない仕事なんでうんまあまあ表面的にはねまあまあやってるんけどねだけどまあ,あのすぐ電話に出れたりとか,あねなんかすぐなんかこう動けるんで。 でやっぱりその今はこうネット社会言っても、ね、その世代によっては電話がギリギリな感じなんでねうちの母親もそうですよ顔もほぼ見てないんでね声は聞くけど、まあ、声を聞きながら、あのー、なんていうのな あちょっとこう、元気でやっとんかなとか思ったりね。やっぱりそうですか。やっぱりちょっとずつ年齢をが増えていく感じがの声でもわかるしね。うん、も心配はしてますね。あ、お、ま、ばあちゃんさん、またありがとうございます。ボビーさんのおかげで、お客様、お客さんも、お客さんのお母さんも、沖縄の元レザーショップさんも、みんな救われましたね。ああ、そうそういう捉え方ありますよね。いや、本当思いますよ。 うん、やっぱりねそのオーダーを当時頂い,いて作った方、ね、職人さんもおねあのオーダーやからで仕事をパパッとこなしてやろうと思ってねそ,んなそういう思いでは絶対作ってないはずだから、うん、こういう手作りのものって特にね、うん、やっぱりこう人生のお時間をですね、えー作りあのー、使いながらですね、えー、やっぱりこう一つのものをね届けるあの作,作り上げていくってやっぱり思い ね、やっぱり入ってますし、ね、やっぱりあのなんとなく作ったものっていうのはもうそんなねもらわれた方も違うやろうしやっぱり作り手っていうのはやっぱりね、うん、それ以上になんかあそのね頂いた,だいたあ価格以上になんかこうなんかそれは作品で返したいっていうか、うん、そういうふうにねあの思いながらあー取り組んでますんでね、うん、ま,まあ僕はそうですね うん、あのそんな感じでですね。あのー、作品作りはね、えー、してます。まあまあ、それはもう大きい。小さい関係なくね。えー、で、あそうですね。うん。まあ、そういう感じで,ですね。あのー、今日もですね、えー、エピソード話を。話させていただきました。で、ねえー、今週はそんな感じですね。明日、明日か金曜日ですか？まあ、明日も、まあ、ごめん。明日も。 まあそういうい感じでえまたあの同じまあ大体いいダブルステッチのね <laughs> えそんな専門でもなかったんですけどダブルステッチのこの感じのねえこれもねあのまああのわかりやすいっていうかわかりやすいようんあの見慣れてるからねうんまあまあ これもねこれでこういうなねやっぱりさ修理っていうのがあさせていただく機会がね結構続いてますんでね <laughs> うんまあね本当にあのすごく僕もねうんいろいろもう革ひもも仕入れるようになりましたいつもはまあ普段自分でえこの革ひもをですねカットしてえかかるんですけどね、う。ん まあ、あそんな感じですね。えー、今日はさ雨の大阪のアトリエからお届けしました。またあ明日ももしね時間があればお付き合いいた,いただけたらと思います。それでは素敵なあ木曜日をお過ごしください。ボビーでした。じゃあね。ん